まずこれぐらいでした。それではね、早速なんだっけ、まずシールドか、シールドを作っていきましょうね。シールドを量産していきます。ですね、えらい落としていますけど、これでいいみたいですね。このパーツと、これ多分挟み込むかな、なんか、はい、これで4枚シールドが出来上がりました。ダブルビームライフルを組み立てます。パッチンパッチン言うな、はい、これと、この時点でオレンジをもう2つずつ入れるってことか。二度と外れないことはないだろうな。ちょっと心配ですけど、まあ、切り欠けがあって一方向じゃないと入らない、一方向定められた場所じゃないと入らないようになっています。で、この中継ぎを入れて、でもう一回このオレンジを挟むと、今度はこちらの方に挟むんですね。この方向側の、マズルの方にこの二重の線がついてます。ね、でここにこのパーツの二重じゃないや線がついてるところを合わせてここにはめ込むという形ですね。挟み込みですので、これはあとこの方針は別の色で、こちらはブルーですもんね。はい、では、こいつが怖いな。同方向同じようなところに斜めのカットをこう入れていくと、そしたらあのこの同じ方向に引っ張れば、統一しておいてやれば、あの外しやすくなりますんでね。でこのピンをですね、まあ、中空のピンなんですけど、斜めに同じ方向にカットしておきます。こんな形で、これをここにはめ込んでやると外しやすくなります。塗装の時に困りますからね、外さなきゃいけないです。こっち側から抜いてやると外しやすい構造になります。こっち側から抜けないんですよ、なかなか。この方向から抜いてやるとパカッと外れるようになります。同じ方向にあのピンカットしてやると、斜め切りにね、同じ方向にピンカットしてやることで外しやすい方向ができますので、この長辺軸に合わせていくと、どっちかにそれを設定していると、まあ、丈夫な方はね外しやすいと思うので、力かけやすいです。こちらから外しているという形がいいんじゃないかな。持ってきましたので、ということで一つロケットランチャーを組み立てていきます。でもこちらはもう簡単明快、単純明快ですね。気づかないとは思わないですね。これは軽く400番で、ここも400番ですね。400で止めてますが、後ほど600かけますので、っていうのは、まあ、どうせ砂粉を吹きますのでね、砂粉の後で600を吹いてやると、そんな形ですね。こういうモールドがあって、ね、丸があるところですね。ちょっと
いちいちパーティングラインが来るの分かりますかね。ここにモールドがあってパーティングラインがあって、丸モールドがあってパーティングラインがあって丸モールドね、これが邪魔なんですよ。こんな削ってやりたい気分になるんですよ。で削って、あとは丸いパーツをペタペタっと貼るか、違うものを貼り付けてやるとかね。まあそんな感じ丸いパーツ、プラバンでいいかな。プラバンだとちょっと殺風景なんで、そういうところは社外品のパーツ引っ付けてやるとかね。はい、これで2つ目ですね。それで、インストではビームサーベルとそれからってのお話になってるんですけれども、今回はそれはちょっとオミットさせていただいて、さっき作ったその武器シールドですね、これのなんか組み合わせがあるみたいなんで、こちらをちょっと組み合わせをしてみましょう。はめ込むと、でこれでガンダムに持たせるっていうことみたいですね。反対側の方はどうなんでしょう。反対側の方はこれはこれでやっぱり同じ機構がついていますので、こちらをこのシールドの爪の部分とシールドじゃないやロケットランチャー、ロケランのこの部分か、これ逆かな、もしかしてここ引っ掛けて真ん中にこう合わせてやると。でシールドとロケットランチャーがくっついた状態ね。これで両手にガチャコンとはめ込んでやると。でこちらの方は、サブアームにくっつけるっていうことになるんでしょうかね。ストロングにします。これは独特な武器ですね。